はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。2月は27日の火曜日でございまして、これは26日ブルームバーグに出ていた記事、昨日ですね、昨日の夜見つけました。中国が LGFV 債返済で新たな支援、政府系企業異例の債券発行と。これだけ見てるとなんかわけわからんんですけど、まあまあ読みましょうか。中国貴州省高ですね、高野花の高に貴州省の政府系企業融資平台の債務返済を支援と。この LGFV というのはいわゆる債務ちゃうは融資平台のことです。これをすごく問題になってますね。中国全土でですね、この融資平台のですね、融資残高がですね、1500兆とも2000兆とも日本円でね、あると言われてます。ほぼ全部が不良債権です。企業が直接の資本関係のない企業のため債権発行するのは極めて異例ということで、まあ、ちょっとだけ読みましょうか。中国貴州省の政府系企業が地方政府の資金調達事業体、いわゆる融資平台の債務返済を支援するため債券を発行した。この地域の流動性不足を浮き彫りにする得意な動きだ。ブルームバーグが確認した上海証券取引所プラットフォームの提出書類によると、安順市青州区財政局の 100% 子会社貴州高雄達建築工程管理は、まあ、わけわからんですよ、23日死亡債18億元約370億円って小さくありませんねを発行、償還期間5年で表面利率は 4.8% だ。これね、今時こんなですね、債券、死亡債、買う人いるんですかね。ほんまに。それが、その方が問題なんですけどね。国内格付け会社、中小法源によるこの死亡債の格付けは AAA。貴州省財政局が完全保有する貴州省国有資本運営が全面的に保障している。融資平台は LGFB とも呼ばれる。ブルームバーグが確認した目論見書によれば、今回の記載で集めた資金は融資平台である安順市青州区金城産業が発行した債券2本の返済または借り換えに充てられる。貴州高雄達建築は債券を発行した企業ですね、同じ地区に本拠を置くが、安順新青州区金城産業と直接の資本関係はないと。つまりある企業が別の企業のために社債を発行してるって変でしょう、変でしょう。信用リスク分析を手掛ける読めへん伊藤二つって何て読むんでしょうね、これ。ロ海洋連合の共同創業者、王新氏は、企業が直接の資本関係のない企業のために、債券を発行するのは極めて異例だと指摘し、LGFB 債務返済に新たな道を開くシグナルとの認識を示した。まあ、これ、容易にその地方のですね、共産党の指導が入ったというふうにしか思えませんね。でこの2つの企業とも共にですね、国営企業なんでしょうね、国有企業であってですね、まあ、共産党のですね、言うことを聞かざるを得ないということです。まあ、パリン仕掛けてる企業の方はですね、社債の償還が難しい企業の方はありがたい話ですけども、これ日本で言えばですね、会計処理は超困難ですけどね。だってこっちの A 企業が社債発行して集めた金を B 企業に渡すわけでしょ。B と A はどういう関係になって、税法上どうなんねんという話になってですね、日本ではちょっと難しい処理ですね、これは。A 企業は B 企業を合併してですね、同じ会社になるっていうなら話は分かりますけどね。私が心配することではないんですけどもですね、この記事から分かるのはですね、これは単にですね、B 企業ですね、救済を受ける B 企業の方のパリン、を防ぐというだけの話ですね。で、その B 企業はですね、信用がゼロなわけですね。AAA にはならないわけですね。何をやっても。だから、新たに社債を発行しても買ってくれる人がいないだろうと。だから A 企業を持ってきてですね、お前とか出せと言ってるわけですね。むちゃくちゃですよ、はっきり言って。構造としては。
のは B 方策というべきですね、単なる問題の先送りであって、これで B 企業のをもった B 企業がですね、抱えているというか B 企業の負債が減るわけではないわけです。このだでさっきも申し上げた通り、この A 企業がですね、新たな債券を発行するんですけど、それを買う人がいるのかと。 AAA って書いてありますけど 4.5% でそれ買う人いるんでしょうかね。僕やったら買いますよ、絶対買いませんよ。だってそんなん中国人の約束でしょ、しかも地方政府のどうなるか分からへんやん。そうでしょ。だから、ただこれでうまいこと言ったらね、このやり方を全国に適用できるというふうに思います。ただしですね、これは問題の根本解決とは程遠いわけであってですね、債務名義を入れ替えてるだけの話ですね、この通りだとすると。まあ、それでもね、そのね、今の仕組みだと、この A 企業が新たに発行した債券をですね、買う人が必要なわけであって、誰が買うのって言うんですね。誰買うんやろと。今ね、中国中国お金ないんですよ。だから共産党がいくら指導してね、地元の銀行に買えとか言うてもですね、必要なだけ買えへんのちゃうんかな。内装であふれないわけであってですね、ちょっと無理っぽい気がしますよ、この仕組みは。買う人がいるという前提ですからね。いや、いくら AAA でね、地方政府が保証しててもですね、そんなん分からへんやん。そんなこれからの中国何が起こるか分からへんやん。共産党政権さえですね、終わるかも分からんわけでしょ。共産党政権が終わったらそんな関係ないやんって話になるわけでしょ。どこが保証してくれんねんという話になるわけであってですね、とてもやないけど怖くて買えないから、この仕組みがですね、なんかですね、道を開くシグナルとかで書いてありますけど、なわけないと思うんですよね。いつも言うてます通り、今の中国の最大の問題は不良債権、金融機関が抱える不良債権であり、まあですね、それを、まあ個人も実は抱えてるわけですね。個人もですね、銀行に貯金してるでしょ。あれが下ろせなくなったらですね、個人が不良債権を抱えているようなものですね、銀行に対するですね。まあ銀行に金貸してるのと一緒でしょ、銀行に金を預けるっていうのは。僕ら預金って言いますけど、日本の銀行は飛ぶことはないですけど、向こうの銀行飛びますからね。そしたら預けたお金返ってけえへんねん。向こうには政府保証なんかあらへんねん。そうでしょ。だから今中国はですね、もう不良債権の塊なんですね。この B 企業もですね、不良債権の大元ですね、借り手ですね。この B 企業の債権を持ってる人はですね、不良債権を持ってるわけですけども、もしかしたらこの A 企業の救済でですね、それが不良債権から普通の債権に変わって元気になるかもわかりませんね。まあその辺、この記事を読んでるだけではようわかりませんけども。この不良債権が大問題でしてですね、この不良債権を何とかするために必要なものはお金なんですね。日本もですね、1990年代にバブルが崩壊したときにですね、この不良債権が問題になりました。不良債権を抱えていたのは金融機関です。結局どうしたかっていうと、最後には政府が公金を投入したんです。で、ですね、不良債権を順番に処理をさせたわけです。で、不良債権を例えばですね、日本の場合で言えば、どこどこ企業に100億円貸しましたと。それが不良債権になりますと。不良債権になったらですね、100億返ってこないわけでしょ。で、銀行は100億のですね、損失を計上しなあかんわけですよ。それがわーっと100億ぐらいで済んでればいいですけど、それが何千億というふうに計上してしまったらですね、その銀行はですね、帳簿上倒産しなあかんわけですね。そうなると大混乱でしょう。だからその時に政府はですね、金融機関にドーンとですね、お金を入れたわけです。お前とこは何千億、お前とこは何千億って。もう何千億というお金があればですね、倒産にはならないわけでしょう。とりあえずその不良債権を片っ端から処理していくわけですよ。処理というのはですね、日本的にはですね、こう1物件に対して100億円を貸しました、抵当取ってますでしょ、返しなくなってますって言ったら、抵当権を実行してその不動産を取得します。でその抵当権を実行した不動産を競売なりなんなりします。そしたら30億返ってきました。30億返ってきたらですね、70億が損しました。あと70億が損失で計上すると。その計上ですね、が不良債権の処理です。
で、それを積み立てていくとですね、債務超過にならないように政府がドーンとお金を入れたわけですね。だからあのあと10年ぐらいですね、大手銀行は1円もですね税金払ってないんですよ。まあなんかずるいでしょ。まあいいんですけど、中国もそれをやらなあかんのですけども、ドンと入れる金がないんですね、中国政府の場合は。だからですね、これからどうするのっていう話です。こんな小手先のね美容策やってみたってね、全然解決にはなりません。はい、このブルームバーグのですねアドレスを一応貼っておきますね。皆さんどうもありがとうございました。